チューリ飛ヒトオーンハレ漢弦楽団。チューリ飛ヒトオーンハレ漢弦楽団は、チューリヒを本拠とするスイスのオーケストラ。チューリヒをはじめとするスイスのドイツ語圏は、宗教改革の荒波に現れた結果、教会が音楽文化の牽引役を果たすことができなくなった。代わって、プロテスタントの成果を収集する、あるいは集める目的で作られた。 コレゲウムムジクムが市民の音楽文化を担う役割を果たすこととなった。18世紀には合唱が盛んになり、18世紀末にはペスタロッチの影響を受けたネーゲリラの活動がチューリッヒで始まるが、それでも合唱が中心で、器楽は細々としたものであった。しかし、1834年にチューリッヒ歌劇場が設立されると、 オーケストラが必要となり、最初のオーケストラが設立される。ここに、失敗に終わったドレス伝革命に加担、スイスへの亡命を余儀なくされたワーグナーがやってくる。1849年の触覚として、チューリッヒに滞在していたワーグナーは、トリスタンとイゾルデの作曲に取り組む一方で、チューリッヒや近在の学院を集めて、しばしばコンサートを開いている。 この演奏会が大評判となり、常設のコンサートオーケストラ設立の機運を中ヒ市民にもたらすこととなった。こうして1862年、中ヒ歌劇場のオーケストラなどを母体として、初めてオーケストラコンサートを行う団体が産声を上げることとなる。1868年、トーンハレ協会の設立に伴い、このオーケストラを母体として、 現在のチューッヒトーンハレ還元楽団が創設される。設立当初の学員はわずか三十三名であったという。初代指揮者にはライプツィヒゲワントハウス還元楽団でコンサートマスターをしていたが呼び寄せられた。ヘーガーは作曲家でもあり、後にブラームスの取り巻きの一人となった。そういうことからスイスに頻繁に滞在していたブラームスが数度にわたって、 トーンハレ館に客演している。1895年、ブラームスを招いて、現在本拠地としている、コンサートホール、トーンハレの落成記念コンサートが行われた。ブラームスが自作の、勝利の歌のタクトを取った後に、初代指揮者のヘイガーが、ベートーベンの公共曲第9番を振って、新トーンハレの第1回コンサートが行われた。27歳の若さで、 トーンハレ管弦楽団の指揮者となり、オーケストラの土台を築いたヘイガーも1906年に退任し、後任にフォルクマール・アンドレーエが就任する。ヘイガーが38年率いたオーケストラを、アンドレーエはこの後40年以上にもわたって率いることとなる。アンドレーエはまたブルックナー指揮者としても著名であり、いくつかの録音も残している。 1949年にアンドレーへの弟子でもあったエイリッシュミットがその公認となる。その後、1965年からはルドルフ・ケンペを主席指揮者に迎え、オーケストラは大躍進を遂げてヨーロッパ有数オーケストラの地位を確立する。このコンビの録音は少ないが、ブルックナーの公共曲第8番などの録音がわずかに残されている。 1967年から1971年まで、シャルル・デュトワが、フランス系レパートリーの充実を目的にトーン・ハレに、頻繁に客演している。デュトワは、トーン・ハレの首席指揮者にはならず、その後、モントリオール交響楽団に転出。トーン・ハレには、またしてもドイツ人指揮者のゲルト・アルブレヒトが、首席指揮者に就任する。その後、ドイツ人で、ピアニスト出身の指揮者。 クリストフ・エッシェンバッハ、そして若杉博またもドイツ人のクラウス・ペーター・フロールといった指揮者の主席就任が続いた。20世紀の終わり近くまで歴代主席指揮者の多くがドイツ人だったということで、オーケストラの国際化が進む中、トーン・ハレはアイデンティティを堅守している昨今テウナ、ケースと言えるかもれない。つまり、スイスロマンド還元楽団が、 スイスのフランス語地域のオーケストラである一方、トーンハレはドイツ語地域の中心を占めるオーケストラで、あるというアイデンティティを守るを主眼に置いた、主席指揮者の選択をしてきたと言えるだろう。もっとも、スイスロマンド還元楽団も1970年代以降は、ドイツ系の音楽監督が多いので、ドイツ国内のしがらみ体質を嫌う。 ドイツ人識者のドーナツ化といった多様な要因が考えうるところではある。1985年、オーケストラはチューリヒ歌劇場管弦楽団とコンサート専門のトーンハレ管弦楽団とに分かれる。それまでも大体歌劇専門のグループとオーケストラコンサート専門のグループに分かれていたものの多少の行き来があった。しかし、この年からは完全に別個の団体として活動している。 1995年にアメリカ人のデイビッド・ジンマンを音楽監督に迎えたことはトーン・ハレにとって画期的な人事であった。ジンマンの就任によってトーン・ハレのアルテノバレーベルへのロックに火がつく。ベーレンライター版に基づくベートーベン公共曲全集はクラシックファンの大きな注目を浴び、リハルト・シュトラウスの還元楽曲全集やモーツアルトのバイオリン競争曲集。 オネゲルの還元楽曲集などの録音が多くの人に衝撃を与えた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。